平本明夫です。私たちの心の状態は何によって影響されると思うでしょうか。ハッピーな気持ち、幸せな気持ちだったり、落ち込んだり悲しくなったり腹が立ったりとか、この感情、心の状態は何によって影響されると思うでしょうか。天気だという方はどうですか。暑いとか寒いとか、雨が降ってジメジメしてる、晴れて爽やか、もしくはどうでしょう、職場の人間関係、家族との人間関係、場合によっては自分のサイズの中身によってハッピーだったり悲しかったり影響されないですか。もしくはその日の一日の仕事の出来。実は私たちの心の状態はいろんな物事、外的条件によって左右されることが多いです。例えば何か一生懸命頑張っててうまくいったとしたら、つまりいい結果が出たとしたら、気分も良くなります。そして気分がいいといい行動が取れて、いい行動が取れるとその好循環でまたいい結果が出て、そしていい気分、そしていい行動、こんな風にうまくいくと気分も良くて行動も良くていい循環が生まれる。ところが結果がうまく出ない、悪い結果が出て、気分もめいて、そして平凡役所になるとダメだって思って、また悪い結果になって、ダメだって思ってへこんだ気分で、悪いアクションで悪循環に入っていくんですね。こんな風に私たちの多くは結果が一番にあって、いいといい気分、そしていい行動、悪いと悪い気分、悪い行動という風に外の結果に影響されてしまいます。本当はこれは変えることができます。一流と言われている人、いつも結果を出している人の共通項は何か、結果に影響されない自分の心の状態、自信から始めます。そうは言っても結果が出ないと自信なんか出ないんじゃないか、違うんです。実は結果に左右されず、自分の自信を自分で作り出すことができる。皆さんご存知の一郎、あなたの知っている一郎、彼は3打席凡打でも3打席連続ヒットでも毎回心の状態をリセットしてバッターボックスに立つと言われています。だいたい3打席連続凡打だと、もう今日はダメかなって思って立ってしまって、やっぱりダメ。3打席連続ヒットだと余裕をかましすぎちゃって、1打ぐらいいいやっていう結果になってしまう。彼は毎打席入るごとに心をリセットして入っていく、そんな風に言われています。じゃあどんな風にしたらイチローのように毎打席心をリセットしていけるか、つまり心の状態が先にあって、そしていい心の状態、そこからいい行動、そしていいアクションに持っていけるか、大きくは3つ方法あります。1つは体の使い方、2つ目は頭の中と口から出す言葉の使い方、3つ目は意識の向け方、過去の何に意識を向けるか、今の何に意識を向けるか、未来の何に意識を向けるかによって心の状態は自分で決めることができます。